今日は牡蠣とネギのゴルゴンゾーラソース作っていきたいと思います。まずは鍋に油を入れて長ネギを蒸し焼きにしていきます。長ネギ2本は3、4センチの長さに切って鍋に入れていきます。蓋をしてトロトロになるまで火にかけていきます。はい、よく洗った牡蠣は水気を取って小麦粉をまぶしておきます。ネギに火が通ったら牡蠣を加えて ゴルゴンゾーラチーズも加えていきます。20g 強、はい、バターも 10g 加えてチーズとバターを溶かしていきます。生クリームを加えて全体に絡めて味を見て足りなかったら塩を足してください。まずはネギと牡蠣をお皿に盛って軽くソースを煮詰めて最後に煮詰まったソースを上からかけて完成です。料理毎日アップしております。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。